氷の鯨は、辻村瑞木による日本の小説。2005年に講談社ノベルスより発行された。第27回、吉川英治文学新人賞候補作。あなたの描く光はどうしてそんなに強く、美しいんでしょうそう聞かれたとき、私はいつもこう答えることにしている。暗い海の底や、遠い空の彼方の宇宙を照らし出す必要があるからだと。 ドラえもんの作者藤子 F、藤を深く敬愛する写真家の父。彼の名を継いだ新進フォトグラファー、足沢りほ子の高校時代を追う。学校と飲み友達と元彼氏と病床の母と行方不明の父と。どんな相手にも合わせてしまう、合わせられてしまう。りほ子は自分を取り巻く個性に名前を与えていく。例えばあの子は少し不安。 あの子は少し不満。そして私は少し不在。藤子先生の作る SF の世界、少し不思議から取り、それぞれの個性にふさわしい名をつける遊び、少しなんとか。私はどこへでも行ける。誰にでも合わせられる。それが許される。どこでもドアみたいに。でも一人でいると息苦しい。誰かといても息苦しい。自分の意志など、 とうにしししててまっいいるのかもしれない私の少し不在は最近いよいよ深刻だ。ドラえもんへのオマージュが目いっぱい詰まった少し不思議な物語。各章のタイトルはドラえもんの秘密道具から取られている。自身の体験を振り返り、家族の幸せの象徴は何かと考えた結果、こうなった。主人公、リホコの人柄から、 負のイメージの強い道具ばかりなので、次に機会があれば明るいイメージの道具で構築されたものを描きたいと語っている。ありがとうございます。